唐沢製作所製サーボブレーキサーボブレーキは自転車の後輪に用いられるブレーキの位置形式である。自転車業界において、講技のサーボブレーキとは、旧来のバンドブレーキの欠点を改良しつつ、互換性を保った複数の製品を指す普通名詞であり、競技のそれは、株式会社、唐沢製作所によって製造、販売されている製品を指す商品名である。 車輪のハブにねじ込まれたブレーキドラムをバンドで外側から押さえつけるバンドブレーキとは違い、ブレーキドラムの内側から剛性の高いブレーキ周が広がって押さえるうち、広ぐ式、ドラムブレーキの一種であるため、キーッという音が鳴りにくい。また、摩擦面がドラムの内側に位置するため、雨水も入り込みにくい。自動車でも採用されるシステムで、信頼性は高い。 ドラムブレーキにはいくつかの方式があるが、自転車用サーボブレーキは機械式のユニサーボ方式に属し、これが本製品群の呼び名の由来となっている。セルフサーボの特性を持つ点はバンドブレーキと共通している。1970年代の末に開発された本形式は国産の高品質な軽快車に広く採用されたが、 近年の自転車の低価格化圧力と大手自転車部品メーカー、シマノ社の開発した後発製品であるローラーブレーキの普及による強撃を受ける形となり、安売りされている自転車はバンドブレーキ、他の多くの軽快車ではローラーブレーキに市場を奪われ、新車でサーボブレーキがつく自転車は減少傾向である。なお、後付けの補修部品としても購入可能であり、 またローラーブレーキとは異なり、バンドブレーキと同様の形状で、取り付けやケーブルの取り回しが共通で、互換性があるため、バンドブレーキのお隣に悩まされるなどの場合の対処として本形式への変更も可能である。唐沢ブランドの製品は、外観がバンドブレーキとよく似ているが、外側面の目玉のような、色のついたゴム製キャップの有無が識別点である。この製品は、 ブレーキの効きすぎによる車輪のロックを防ぐため、ブレーキーの摩擦面を小さくし、マイルドな効き味としている。同社では、子供車にも適する小型の製品も製造しているが、子供車向けのシェアは高くない。外側カバーの後部情報に突起を持つ形状が特徴だが、内部構造は、唐沢のものとほぼ同じであり、効き味も似ている。独自の内部構造を持ち、 摩擦面の面積が大きく作られているため、比較的制動力が強い。唐沢製作所では、前輪用のサーボブレーキも製造しているが、これを採用する車種は国内では非常に少ない。ありがとうございます。